皆さん、こんにちは。ワダルグルビッチです。では、今回は、ギレンの予防ワークシーズンの共有 V、ユーゴブレック戦、続きをプレイしていきたいと思います。アクシズとの戦いですね。地上戦は完全に制圧完了しています。今回はいよいよ、宇宙での反攻作戦、これを行っていきましょう。まずは作戦の発動からです。我々はこれより、宇宙反攻作戦を開始する。目標は、アクシズ周辺の宇宙拠点サイド1および宇宙要塞ソロモンである。諸君らの健闘に期待する。リターンズとの戦いで疲弊したエウーゴは戦力を温存していたアクシズの前に退却を余儀なくされた。しかしアクシズのコロニー落としを目にした人々はその危険性を悟り、エウーゴに対する支持を強めていった。急速に戦力を回復したエウーゴはアクシズが支配する宇宙での反攻作戦を開始する。地球圏の混乱は再び宇宙へと広がり始めていた。はい、というわけでまずはソロモン、そしてサイド1、ここに順々に攻撃仕掛けていきたいと思います。量産機はすでにジェガンへと切り替え始まってますが、まだまだ数は少ないので、しっかりとエースを前面に出して戦っていきましょう。では時間を進めます。ソロモンですが、全く戦闘を切ることなく制圧できました。なのでこの後はサイド1、ここも部隊数少ないうちに攻め込みたいですね。アクシズは戦力多く、サイド3もまた戦力増強中というところありますので、まずはサイド1ですね。ここに戦力を送っていきたいと思います。これでサイド1の攻略も完了です。エマさんが生きている世界線ということですね。ハスラーの乗ったサダラーンをこれで撃沈です。でこの後はおそらくグレミー軍が出てくると思いますので、そのグレミー軍との戦いに備えて部隊の再配置もしっかり行っていきたいと思います。これは戦争でしょ、恨まない。報告します、我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。緊急事態です。サイド3から全世界に放送が行われています。想定通りグレミー軍の放棄ですね。ザビ家の血筋を引くとされるアクシズの士官である。ミネバザビの血統を利用し中央集権に勤めたハマンカーンにとってその存在は脅威である。ハマーンに反抗する旧ジオン公国系の勢力にとって最後の希望であった。そのグレミートとがついにハマーンに反旗を翻したのである。ティターンズとエウーゴの混乱に乗じ地球圏を席巻したアクシズの勢力は2つに分裂したのであった。グレミートとの部隊はサイド3と周辺空域を制圧しました。ザビ家の血筋だと？そのようなものに惑わされる者がまだいるのか？アクシズの戦力低下により本拠地宇宙要塞アクシズが攻略可能になりました。アクシズ制圧作戦を提案します。これは早めにアクシズ攻略してしまいたいかなと思います。アクシズにね、軍を送っていきましょう。ただその前に地上でもアフリカ一帯をグレミー軍に取られているので、地上での戦いを最優先していきます。では部隊送ります。では地上の戦いです。まずはインド洋ですね。ここを取ってアフリカキリマンジャロへの進行ルートを確保していきたいと思います。敵はザクスリーにドワッジなのかドライセンなのか、ちょっと機影からは判断できませんが、少なくとも雑魚キャラ、雑魚ユニットという感じはしないですね。しっかり準備して戦いに挑んでいきたいと思います。アラビア半島にも侵入してます。ここからは地上で、最後の戦いになると思うんですけども、勝ち切っていきましょう。仮にネオジオンのシャアが現れたとしても、このね、
地上での戦いはなかったかなと思いますので、まあ、ここは地上戦、総力戦ということでしっかりやっていきたいと思います。ロベルトはまだゼータプラスに乗ったままですけど、まあ地上の敵相手であれば、ここでもまだまだ戦いきれるかなと思います。報告します。長きにわたる戦闘で前線の人員不足が深刻化しています。コロニー住民に幅広く募集を行い、人員不足を解消すべきではないでしょうか。コロニー志願兵募集。いや、これは欲しいですよ。コロニーの住民の中に強力な兵士が混ざってる可能性ありますからね。早速この後コロニー住民からの徴兵を行いたいと思います。了解しました。各地で志願兵の募集を開始します。確実に地球上でグレミー軍を押し出してます。インド洋の制圧完了です。では、地上における最終決戦といきましょう。グレミー軍40、エウーゴ27。グレミーはキリマンジャロに40もの部隊用意してたんですね。まあ、ジェガンはある程度配備してるとはいえですね、ここはちょっと苦戦しそうですね。では、キリマンジャロの基地ですね。中心部近くまで部隊進めてきました。まあ、被害らしい被害は出ていないと思います。敵の数多かったんですが、うまく振る舞うことができて、まあ、干渉という流れをね、作れそうだところまで来ました。このまま一気に押し込んでいきましょう。で、このキリマンジャロの制圧が終わったら、全部の部隊は宇宙に上げます。最後、エンドラを撃沈して、キリマンジャロ。制圧完了です。俺は戦いを続けなくてはならないのか。この後は宇宙での戦いへと、移っていきたいと思います。宇宙に全部隊を集結させてアクシズ軍とグレミー軍と戦っていきたいと思います。その様子はまた次回お届けをしていきます。